あやみー、ごちそうさまでした。なんか私ばっかりいい思いしててごめんね。おとといの焼肉のお礼なら別にいいのに、サナエの誕生日祝いだったんだし、私だけじゃないしね。友達みんなからのサナエのお祝いなんだから、本当にお誕生日おめでとう。ああ、違う違う、それじゃないって。え、違うの？でもそれ以外で何かおごったりしたっけ？ほら、おとといも話してたことあるじゃん？友達みんなの前で。友達みんなの前で話してたこと？ああ、もしかして結婚の話？正解！結婚式にはみんな来てほしいって言ってたじゃん。そうだけど、まさかその結婚式の食事のごちそう？まだ気が早いわよ。相変わらず不思議ちゃんね。違う違う、私がごちそうさまって言ったのは食事とかじゃなくて、あんたの婚約者のこと。え、何のこと？いつめの中で独身で私とあゆみだけだったじゃん。そうね、みんな結婚してるけど、私が早いかあやみが早いかって話だったけど、あやみに先越されるのは嫌なんだよね。ちょっと待って、どういうこと？ってことで、あやみの結婚邪魔するためにあんたの婚約者ゴチになりました。まさか彼に何かしたの？実は昨日あんたの会社前で張り込んでたのよ。張り込んでた？こっそりお互いの焼肉パーティーの時に、あんたのスマホの待ち受けにしてた婚約者の写真も撮っておいて、その画像とあんたが会ってる男見比べて、どいつが婚約者か見極めようと思って。そんなことしてたの？昨日と今日有給使ってまで休んだけど、その会あってあんたの婚約者特定できた。それで今日の夕方彼を逆難してたった今奪ったってこと。ちょっと待って、そんなことありえない。信じられないと思うけど現実です。しっかりあんたのスマホの待ち受けの男とデートしてきたもん。これであんたの婚約も破棄ね。私がサナエより先に結婚するのが許せないからってわざわざ私の婚約者を探し出して私の婚約者を奪って報告してるの？私に？報告までがワンセットだもん。そうしないとあんたらの関係は壊せないでしょ。まさか親友と浮気した男と結婚する同僚でも持ち合わせてるわけ？それは無理でしょ。あんた高校の時に彼氏に浮気されてそれすっごい怒ってたもんね。私が浮気許せない人間って知ってたから浮気したの？当然じゃん。これが一番手っ取り早くあんたの結婚潰す方法だし。ひどい。親友だと思ってたのに。知ってる？ライバルって言葉はさ、好敵手って書くのよ。親友みたいなもんでしょ。頭が混乱してる。でもよかったじゃん。浮気するような男かどうか私が試してあげたって考えれば、そんな男と結婚しなくて済んだんだし、感謝してほしいくらいだわ。サナエが手を出さなきゃこんなことにならなかったんでしょ。恋愛に壁はつきものじゃん。壁？崖作って突き落とした人間が何言ってんのよ。でも正直あんたの婚約者って私のタイプじゃないんだよね。え、タイプじゃないのに奪ったの？だって私の最大の目的ってあんたの結婚の可能性を潰すことだったし、それに私の条件には男だったら結婚してあげてもよかったけど、全然タイプじゃないし、当初の目的は達成したから、明日にはさよならするかもね。自分が何を言ってるか分かってるの？もちろん分かってるわよ。ねえ先生、私が明日にはポイ捨てするからって拾わないでよ。拾ったらあんたは私が捨てたゴミと結婚するって噂広めちゃうから。ひどい。昨日からいろいろ調べたり動いたり結構疲れたから、今日はそろそろ寝るわ。それじゃあおやすみ。ちょっと待って、サナエ、サナエ。あやみちゃん、お久しぶり。サナエの母です。おばさん、こんばんは。ご無沙汰しています。ごめんなさい、今少しバタバタしていて、何かご用でしたら明日折り返してもいいですか？うちの娘のことでしょ。え、ご存知なんですか？あの子まだ実家から出てないでしょ。さっき帰ってきていろいろ聞いたわ。あなたから男をもらったって。そうなんですか。その話おばさんにもしてたんですね。ごめんなさいね、あの子言い出したら聞かないっていうか、ほら一人っ子だから
甘やかして育ててしまったというか、でも感謝はしてるのよ、あなたには。え、感謝？だって昔からあの子の親友でいてくれてるじゃない。それに婚約者あの子にくれて、ずっとどうしようかって思ってたのよ。あげたわけじゃないんですけど。さないったら実家暮らしだからって正社員なんか目指さず、派遣でのらりくらり働いてるだけでしょ。それなら早く結婚して家庭を持ちなさいって前から言ってたのよ。でも一向に結婚する気配は見せないし、そんな中周りのお友達はみんな結婚していったでしょ。そうですね、よく一緒にいたグループの中では私の前だけが独身でした。あの子は焦る様子もなかったけど、親としてはさすがに焦ってお見合いの話とかしてたのよ。お見合い？でも全部サナエの趣味じゃないタイプじゃないって突っぱねられて、どうしようって本当に困ってたのよね。そこに来てあなたから彼氏をもらったって聞いて、しかも条件もいいじゃない。おばさんがサナエからどんな聞き方をしてるかわかりませんが、私の婚約者をサナエを奪ったんです。意図的に私を結婚させなくないからって。そんなこと聞いてるわ。グループの中で結婚が最後なんてあの子はかわいそうだものね。私あゆみちゃんはキャリアウーマンだから、結婚より仕事を選ぶと思って安心してたの。だから婚約者がいるみたいってあの子から聞いて、サナエが一番最後になったら私の恥でもあるし、奪うように言ったのよ。あの子ももともとそのつもりだったみたいで、すぐに行動に移したでしょ。ちょっと待ってください、おばさん、サナエが何をしたか分かってますか？世間一般にバレたらグループ内でも結婚が最後ってことよりも恥ずかしいことをしたんですよ。そんなの結婚した者勝ちでしょ。嘘でしょ。っていうかサナエタイプじゃないって言ってましたけど。何言ってるのよ。何が何でも結婚させるわよ。だってサナエにふさわしい男じゃない。有名商社まで年収1000万も夢じゃない上に、出身大学は文句なしの D 大、身長だって180センチで、高校までしっかりスポーツをしてて、礼儀も完璧。え、我が家の婿になるには申し分ないわ。あの子が調べるのと並行して私も一緒にあなたの婚約者を調べたから、ちゃんと情報はバッチリなのよ。これは絶対結婚させないとね。任せてちょうだい。あなたがあげられなかった結婚式は私が責任持ってあの子を花嫁にしてあげさせてみせるから。そういう問題じゃないと思います。結婚式をするときにはぜひ恋のキューピッドとしてあやみちゃんも出席してあげてちょうだいね。そんなのお断りします。私さないとは距離を置くつもりなんで。そんなこと言わないであげて。しばらくは悔しさがあってその上で飛ぶでしょうけど、ちゃんと時間が解決してくれるでしょうから。それじゃあ本当に今回はありがとうね。これからもサナエと仲良くしてあげてね。あゆみ、久しぶり、元気？今日はあゆみの家に招待状送ったからちゃんとお返事してね。久しぶり。サナエは元気そうね。っていうか招待状って何？やだな、招待状といえば一つしかないでしょ。結婚式。結婚式の招待状？よく私に送ろうって気になれたわね。ママもおやみに結婚式には出席してほしいって言ったって言ってたけど。半年前のことじゃない。ああ、あの頃のことか。なんだ、それについては話をしないといけないんだよね。別にいいわよ、私も暇じゃないから昔話に付き合う気にもなれないわ。まあまあ、そう言わずに。あの後マジで翌日に彼のことを振ったんだよね。あんたの婚約者を歌った一日で振ってごめんね。もともと聞いてたから今さら驚かないわ。でもそれから半年で結婚なんて言い出してることに驚いている。実はあの後私のタイプストライクな男と出会って、私はすぐにでも結婚したかったんだけど、彼がなかなか OK 出してくれなくて、やっとこの度結婚は決まりましたって言って、ほとんど私が準備してるんだけど、結婚式とか。招待状の返事だけどお断りします。え、なんで？来ないと後悔するよ。奪われて婚約者ポイ捨てされた感想聞きたいし、何より死ぬはあんたの彼氏だしね。今現在の夫なら一緒に買い物中だよ。え、夫？何言ってんの？私知ってるのよ。
あんたが婚約者を奪われた後に作った新しい彼氏の存在。仲睦まじくマンションから一緒に出勤してたじゃない。何言ってるの。私夫と結婚するまで夫とは別々に暮らせたわよ。しかも夫は在宅で仕事してるから一緒に通勤とかありえないんだけど。私をからかってるの。からかってないわよ。ただあなたは勘違いしてるみたいだから教えてあげてるだけ。勘違いなんかしてないわよ。ちゃんと私はあんたの彼氏を奪ってるもん。彼があんたが住んでたマンションの302号室に帰るの見たし。一人目は婚約者のお兄さんだし、二人目は私の元お隣さんね。え？お兄さんに元お隣さん？だから言ったでしょ。勘違いしてるのよ、さなえは。私婚約者なんて呼ばれてないもの。嘘。だって仕事上着に会ってるの見たもん。さなえのお母さんから話を聞いてピンときたんだけど、それは結婚式の時に彼にサプライズをしたくてお兄さんに相談がてら食事してる私たちを見たのよ。さなえのお母さんが私の婚約者が商社マンで身長180センチで T 大卒で高校までスポーツしてたって言ってたから、あまりにも私が知ってる私の婚約者の情報とかけ離れてて疑問だったのよね。どういうこと。だって私の夫は在宅で漫画家をしてて身長170センチ、専門学校卒業してて高校の時は帰宅部だったんだから。嘘でしょ。でも顔は似てるし、スマホの待ち受けの写真だけだったら身長もわからないし、間違っても仕方ないわね。それじゃ私はあんたから婚約者を奪えてないの。その通りよ。無関係の人をポイ捨てしただけ。でも私は夫からしたら大事な身内だから到底許せるものじゃないけど、私と夫は予定通り結婚したし式も挙げてるわ。予定と違うのはあなただけ式に呼ばなかったことくらいかしら。他のみんなは式に出席してくれたわよ。事情も全部知った上でね。だから私の結婚式の話があなたに届かないように配慮してくれたんじゃないかしら。奪ったと思ってた婚約者が実は違ったのは分かったわ。じゃあ私と結婚する予定のこの人は。私がもともと住んでたのはマンションの303号室。302号室はお隣さんで、確かにそこの人は私と出社時間が被ることもあったし、同じ方向に会社があるから駅まで一緒に行くこともあったけど、彼氏とも何でもないわよ。あんたの結婚の目を全部摘んで、私が先に結婚すると思ってたのに。もういいかしら。さっきも言ったけど、彼とお買い物中なの。せっかくの夫婦水入らずの時間を邪魔しないでね。それじゃ。ちょっと待ってよ、あやみ。まだ混乱してるんだけど。ねえ、あやみ。あやみ、助けて。500万貸して。いきなり何？しかもこんなに朝早く。昨日夜なんか郵便届いて、それが内容証明とかいうやつで慰謝料請求されてるの。慰謝料ってもしかして結婚する予定の彼氏の奥さんから。なんで知ってるの。ごめん、この前言い忘れてたし、なんだったらさなえは知ってるだろうなって思ってあえて触れなかったんだけど、私が前に住んでたマンションのつなぎさんってご夫婦だったのにね。私が夫と結婚して引っ越す頃には奥さん妊娠してたはずだし。なんで言ってくれなかったのよ、この前。だから知ってて奪ったのかと思ったのよ。人のものを奪うのはあなたの趣味でしょ。そんなわけないでしょ。なんで奥さんと子供もいる男と結婚なんかしなきゃいけないのよ。てか私知らなかったの。でもこれで結婚に前向きじゃなかった理由は分かったけど。そりゃそうでしょ。奥さんにバレたら大変だものね。それで私結婚式の準備とかしてて、他のキャンセル費用とかも含めて500万必要なの。それは大変ね。でも私にそのことって関係あるのかしら。お金を貸す道理が見つからないわ。親友でしょ。さないと親友を続けていたつもりはないわ。元親友なら合点がいくけど。なんでそんなこと言うのよ。っていうかどうして自分が親友のままでいられると思ってるの。親友だと私も思ってるなら結婚式も呼んでたわよ。学生時代からずっと親友だったじゃん。
半年前勘違いとはいえ、私が先に結婚するのが嫌だったからって理由だけで人の婚約者を奪おうとしたり、その婚約者を翌日ポイ捨てしたり、かと思いきや懲りずに親友だと思ってる人の彼氏を奪おうとしたり、あーこっちも勘違いだったけど、結局あんたのもの何一つ奪ってないんだからいいじゃない。奪うっていう行動の根本の理由が私に先に結婚されたくないって理由なのに、親友のままいられると思う？お願いだから助けてよ。あやみは結婚して結局幸せなんでしょ。私だけ不幸なんておかしい。親友でしょ、ずっと一緒だったじゃん。自ら親友のつながりを切ったのはさない自身よ。誰かに頼るなら他の人を当たってください。だって昨日の夜から他の人に連絡しても全然繋がらないんだもん。いつめに連絡しても繋がらないし、グループラインにメッセージ送っても既読にすらならないし。全員ブロックしてるからじゃない？ブロック？その人は関わらないってみんな決めたから誰とも連絡は取れないの。嘘でしょ、私ブロックされてるの？それだけのことをやったって自覚してください。私もことの顛末は全部知れたし、ブロックするつもり。待ってよ、あやみにまでブロックされたらマジで誰とも連絡取れなくなるじゃん。この人を頼ったら？特におばさん、私の婚約者を奪うことに大賛成なくらい、あなたのためなら何でもしてくれるでしょ。それが、私があやみの婚約者を奪ってポイ捨てしたこと怒ってて。怒ってる？条件のいい男をポイ捨てして結婚を棒に振るなんてって、せっかくお母さん協力してあげたのに勝手にポイ捨てするなんてもう許せないってすごい怒ってて、私追い出されたの。だからそれからは付き合ってた男の家を転々としてて、でもそれも疲れたからあんたの彼氏奪って今度は結婚しようと思ってたのに。付き合ってた男の家を転々とって、まさかさなえ複数の男性と付き合ってたの？ありえない。ありえないのはこっちよ。私が家を追い出された原因をパパが知って、パパとママは離婚一歩手前なのよ。パパは絶対私のこと許さないって言うし、ママもこうなったのは私のせいだって言うし、もう誰も頼れる人がいないの。私の歩みだけなの。悪いけど自業自得としか思えないから、自分で何とかしてちょうだい。私もこのままブロックするわね。嘘でしょ、本気？お願いだから親友として助けてよ、あやみ。元親友はこれから夫と休日デートなの。今日はちょっと遠くまでドライブするつもりだから、これでさようなら。結局誰も頼る人がいなくなったさなえは、結婚に前向きじゃない彼の反対を押し切り、勝手に契約してた結婚式のキャンセル費用と慰謝料で借金をしたそうです。そしてキープしていた複数の男性に何またもしていることがバレ、今度は自分が捨てられる立場になったそうです。学生の時から SNS の裏垢にうちのように事細かに投稿されるので、彼女の現状を知ることができていましたが、先週からパッと投稿がなくなり、ついに携帯料金の支払いもできなくなったようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。